はい、今今シーズン最後の最後というかあと1週間母の日のギフトまで頑張るんですけど、土のハウスの最終収穫にだんだん近づいています。はい、今スタッフもですね精一杯頑張ってくれてるんですけど、今ですね収穫の大きさとしてはですね、こんな、あ、見にくいな、こんな状況ですね。はい、まだこういった綺麗な実がですねなってます。で、はい、スタッフの声をちょっと、はい、お願いします。はい、あ、ゆういちくんいかがでしょうか、収穫は。めちゃくちゃ楽しいです。はい、全くリハーサルなしでやってます。はい、言わせてません。はい、梅崎くんいかがでしょうか。はい、今日は涼しくてすごい快適です。はい、今日曇りなんでね、いつもやっぱ暑いと本当こうハウスの中って真夏みたいになるんですけど、まあいちごはやっぱり暑くなるとですね、毛の線、いちごの種から出てる毛がですね、多分こう食感をこうだんだんこう悪くするんですけど、今この気候がギリギリです。まだまだ母の日ギフトまでは精一杯頑張りますんで、ぜひこの最後のチャンスに大切な方に贈り物に使ってみてください。はい、それではレポート終わります。以上です。